皆さんこんにちはす。ジェイソンオルコブルーダー。ヒロゲだ。はい、今回の動画は2022年最後の動画になります。まあ結論を言いますと2022年僕からしたらどうだったのかというと、いろんな意味では結構大変な1年だったかなって思いました。まあとりあえず1月から12月までをまあざっくり振り返ってみようと思います。まあ、1月一発目の動画で、マイクが入ってないという緊急事態で、福袋の動画とか全部撮り直しになったのは、未だに覚えています。あれ以来から僕、動画撮るときは、絶対マイクちゃんと接続されてるかどうか、めちゃくちゃ確認してます。で、2月入って、4年間住んだ京都から、地元へ戻りました。4年間の大学生活はどうだったのかというと、めちゃくちゃ楽しかったです。大学生活がなかったら、YouTube もやってなかったし、いろんな方とのつながりもなかったし、あとはまあ、建築の勉強もできなかったので、なんかそれはそれでとてもいい4年間だったと思ってます。そして3月はまあこれといってなんかあったかなって思うんですけど、3月に変形合体レゴロボコンやろうと決めました。3月入って大学卒業して、もう4月から社会人ということで、ちょっと気を引き締めてまあ頑張ろうと思いました。4月入ってまあ早速変形合体レゴロボコンを開催しました。僕個人的には初めての主催コンテストだったので、どんな人来るかなって思ってたんですけど、初めてのコンテストでこれだけ作品応募してくれて本当にありがとうございます。で、言い忘れてたんですけど、2月頃からまあちょっと動画作るのがなんかすごい自信なくしてちょっと嫌になったこともあったんですけど、いろんな方が励ましてくれたおかげでちょくちょく続けれるようになりました。で、4月からまあちょっと会社があまりにも忙しくて、動画投稿はちょっと控えることにしました。で、5月入って本当はレゴの日動画撮るつもりだったんですけど、撮れなくなってしまったので、これは悔しいなって思いました。来年は絶対レゴの日動画出そうと思います。で、今年の4月、3度目の2級建築士の学科試験に挑戦して見事に合格しました。あの時はもう本当僕涙出ました。で、そこから製図試験に向けて、毎日図面1枚はちょっとさすがにしんどかったので、1日1図面を書きました。8月も7月とそんなに変わらず勉強ばっかりしまくりました。そして9月に入って2級建築士の製図試験だったんですけど、とりあえず書き切りました。ただ12月の結果では残念ながら不合格となりました。おそらく個人的にはうまいこと部屋をまとめれなかったことが原因だったかなって思います。とりあえず課題発表されるまでは構造計画についてしっかり勉強したいと思います。そして9月に入ってレビュー動画を再開しました。そして10月に変形合体レゴロボコン第2回目を開催しました。第2回目のお題がちょっとまあ難しかったということもあって、第1回目と比べて応募作品は少なかったです。で、あと本当申し訳ないのが、実は11月に変形合体レゴロボコン第2回目の結果発表したかったんですけど、まあちょっと僕が11月コロナ感染してしまったりとか、あとは今働いてる会社がめちゃくちゃ忙しかったりとで、全然動画とかが撮れなくなってしまって、結果的には12月の中旬になってしまいました。もうあれは本当に申し訳ございませんでした。11月に入ってから僕の YouTube のチャンネル登録者数と視聴率維持率が結構伸びました。まあちょっと色々試行錯誤を繰り返したんですけど、僕個人的にはもうやっと伸びてきたかって思ってて、すごい実感を湧きました。色々直すところはいっぱいあるんですけど、まあとりあえずこの状態でいってちょっと直していって、また伸びたらそれをずっとやっていこうと思っております。12月に入ったんですけど、まあこれといっていうことは、まあ僕が23歳になったことと、あとは誕生日の動画で JBF の参加と、来年の1月の中旬頃から変形合体レゴロボコン第3回目の開催をお知らせしました。はい、ということで2022年私ヒロゲーを応援してくれてありがとうございます。まあ2022年まあいろいろあって、まあ動画出せなかったり、まあちょっといろいろ大変なこともあったんですけど、まあ2023年はいい年にしたいと思っております。はい、それではこの動画を見ている皆さんが無事に新年を迎えることを祈っております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。あとそれとおまけなんですけど、僕が今年買ってよかったレゴ3つを紹介したいと思います。まず1つ目はこちら、レゴクリエイターのスーパーロボットで、ついにレゴクリエイターでこういうスーパーロボットが発売されました。今までは海底調査ロボットとか月面探査ロボみたいな感じだったんですけど、こういうスーパーロボットが出たのはめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみにこれは3つ買いました。続いて2つ目はこちら、レゴクリエイター野生の虎です。2022年が虎年だったということもあって、レゴクリエイターも虎が出ました。ただこのレゴクリエイター野生の虎なんですけど、めちゃめちゃ値段が高かったです。6000円ちょっとしました。ただその代わり虎の完成度があまりにもリアルすぎて、これは
素晴らしいと思いました。2023年はうさぎ年で、さらに言うと僕年男なので、レゴクリエイターのうさぎもめちゃくちゃ期待しております。はい、そして最後の一つはこちら、レゴ忍者号忍者合体ウルトラメカスーツです。もうこれはもう最高。はい僕レゴ忍者号についてはあんま触れなかったんですけど、レゴ忍者号から変形合体レゴロボが出ると聞いて、もう僕はもう絶対買うと決めました。ちなみにこちらは2個買いました。まあ一つ目はトイザラスで買って、もう一つはコストコで買いました。レゴ忍者号は今でもお気に入りで、実はずっと飾っております。はい、僕が今年買ってよかったレゴのセットは以上です。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。